旬な人がないドナルド・トランプ大統領誕生が日本に与える影響を占う防衛編でございます。防衛編、はい、すげえの来たね、はい、今回3回目ですけれども、はい、昨日はですね経済面を先生にね占っていただきましたけれども、はい、本日はですね米軍基地撤退するのか、日本は自主防衛を強めるかなどのね、はい、防衛面はどうなるのかを占っていただこうと思いますけれども、この番組はそんなすごいことをやるいきなりねもう硬いカチカチのなんちゅうでかいテーマを、はい、この1回の占い師に何をやらせるのかという番組ですよ、ね、いやいやまあそれをねやっぱ皆さん気になるところですから、はい、はい、まあそう言いながらも占ってみました、うん、はい、でまあ防衛編ということで、はい、今回こんな毛が出まして、うん、まず権威点という毛なんですけれども、これってもうあの全く緩みとかこうなんとかな、潤いのない緊張ガチガチというですね非常にこうハードな毛がまず出まして、はい、でも、それが変化して、うん、理っていう形になってですね、あのこれまあ踏むっていうあのね、理衆とかの理、あの草履の理で、はい、まあ、踏むっていう感じなんですけれども、うん、あの先人の轍を踏むっていう言葉がありまして、はい、うん、あの要するに前の人が通った足跡をそのまま踏んでいけば前の人がこう安全に行ったんで、うん、その人の真似をすれば安全にそこを行けると、うん、だ前の人のやった通りみたいなのがこの理っていう毛なんです。前の人の筋道をたどろうと、うん、というふうに考えるとまずこの剣になるから一変かなり緊迫状態にはなるんだけれども、はい、今までの日本のそのやり方ですね、アメリカとのお付き合いの仕方をもう一変王道でやることによって、うん、また回避できそうだなと。だから、まあ、一番ストレートに心配なのって戦争起こるんじゃないんですかみたいな心配があると思うんだけれども、はい、まあ、これはあの占い離れてもね、まあ、そこまで、無益ではなかろうということであるんだけど、でも占い的に見ても、来山消化っていう件が出ていて、あの日本とかじゃなくってもっとねすごいあの小競り合い的なアメリカ合衆国周辺とのぶつかりっていうのは出そうな気がするんだけれども、日本へのその直接ダメージではなかろうと、うん、でむしろですね、まあほら、守ってあげてんだからもっと金払えみたいなことを言ってるわけですよ、トランプとしては、うんうん、で金払わないんだったらもう撤退するぞみたいなことを言ってるわけですよね、はい、でそれはもうそういう発言とか要求はもっともっと強くなると思いますが、うん、裏はてか裏を返せば要は金払わなくて撤退したところで、まあ、損切り程度のその利益しかないわけですよ、うん、でもっと要は売りたいだけですから、多分ね、もっといっぱいの戦闘機買えとかね、武器買えとか言ってくると思います。で、なんとなく日本国内ではなんじゃあかんじゃあ反対側をこう説得しつつ、無視しつつ、またそういうものを買い付けることになるのではなかろうかなと。まあ、それが日本の殿下の宝刀ですので、だから要はね、アメリカ軍が直接大きく動くということはあまり考えられなくって、うん、その代わり、武器を買ってちょうだいねみたいな要求がもう少し強まってくるというあたりが、落ち着きどころではなかろうかなと、そんな感じですね。そんな何ですかね、影響というか、大丈夫です。例えば日米戦争が起こりますとかね、うん、そういう話ではなくって、うん、むしろとてもいい金づるだと思ってると思いますので、お金出させることにポイントがあると思います。でただ戦争の件ってのは1個一番下にちょろっと出てるんだけど、はい、さっき言った通りこれは対日本ではないと思う。でじゃあそれ以外はというと中国とか、ね、朝鮮半島とかいろいろその気になるところがあるけれども、これはむしろ本当に南北アメリカ、ね、アメリカ合衆国だけではなくて、北アメリカ南アメリカのやっぱり、壁作るとか言ってるあたりがいろいろ問題になりそうですので、うん、あの辺の小競り合いかなっていうふうな気がします。なるほどね。だからその、ね、昔の良きアメリカというか強いアメリカみたいなことをねおっしゃっているっていうのも、やっぱ年齢的にねそのだから昔のね、うん、っていうのがなんかやっぱちょっと怖いですよね。なんかイメージだとほら昔の日本でいう頑固なじいちゃんかなんかがさ、はいはいはい、今のやつらは軟弱で昔は良かったみたいなのを言ってるのに近い感じがありますよね、うん、はい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 、なんかそれが古き良きアメリカを取り戻せみたいなことになってるんじゃないですか。それがね、まあちょっとまあまあ不安ですけれども、ね、トランプもは元気でいないと自分のやりたいこともできませんので、ね、うん、まあ、ほら年齢も70でしょ、うん、で占い的にも結構危険な状態だからね、
健康で長生きできることを願っています。何なんですかその顔は。いやいや、分かりました、はい、意味深いんですけれども、はい、やめてくださいよ先生。何も言いませんからね、何も言いませんからね、はい、なるほど、分かりました、はい、ということで